皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。ヤッシーです。ローズ飛んできたように何だったんだろうね。後でチェックして。なんか心なしかマイクの調子もいい。久しぶりだからね。皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは。早速ですね、たくさんコメントありがとうございます。明けましておめでとうございます。墨汁ありました。さっき言ってたんですけど、実は毎年この年初の配信中に、書き初めをね、してたんですよ。で、私さっきの動物の森配信中に言ってたんですけど、あれ、私墨汁捨てたかもって言ってて。なんかね、習字セットの袋は、ちゃんとあるなっていうのは、もう今日配信する前にチェックしてたの。でも中身は見てなかったのね。で、あれ、やば、墨汁ないかも。で、さっきコメントで、でも去年やったのに墨汁捨てちゃったの？って聞いていただいたんですけど、っていうのも、なんか、私さ、なんか変にこだわるところがあるし、変に不安があるところがあって、なんか、墨汁も、漏れたら嫌だなって思ってね。で、なんかそれでね、なんかあれ？なんか捨てたんじゃないかなとか思ってたんだけど、全然ありました。で、あったんだけど、たださ、今度、墨汁があった時に、墨汁あったなって思ったと同時に、今度不安になったのは、あれ？私、半紙捨てたんじゃねって思って。半紙もありました。不安はつきません。ということで皆さん、改めまして2023飛んできたよね。2お兄さん。ネイルね、あれやっぱ皆さん違いますね。単発ガチムチとは全然違いま、単発ガチムチどもはね、私のネイルの変化に気づかないんですよ。気づいてくださるね。単発ガチムチの方もいらっしゃるんだけどね。私のね、愛するしげるおばさん、単発ガチムチのしげるママ、一切気づかないよ。今回ね、ネイルこんな感じで、ちょっとピンク色に、しました。結構ね、濃いめのピンク、うさぎさんイメージしてね、バニー前髪って呼んで。バニー前髪って呼んでください。そう、ということでですね、皆さん始めていこうと思います。本日はライブ配信のタイトルにある通り、いろいろ食べるよということで、いろんな食材を食べていくんですが、今日はお菓子縛りの日となっております。で、先ほどちらっとお伝えした通り、本日なんですけれども、書き初めをしていこうと思います。バニー前髪ね、ほら、ブランドのさ、プレイボーイってあるじゃないですか。あれのね、マークがうさぎさんなんだけど、うさぎさんっていうのはね、そういう風にあ、ねえ、強いんだってよ。さあ、始めていきましょう。ちょっと待ってね、準備するね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。でね、今日ね、そのやるにあたって習字セットのさ、中を見たんですよ。ちょっとエフェクト取るね。バタバタしちゃって。今日ね、その習字セットの中見たら、去年の習字残ってた私。これね、習字セットについてたファイルにあって、それに挟んでたんですよ。ちょっと見てこうね。これさ、まあまあいいや。これ最後に、これ最後に出そう。一枚目これね。あ、ごめんなさい。画面ちょっと反転させるね。やばいやばい。どのボタンだろう。あ、なんかボタンの名前変わってる。これか？ちょっと待って。びっくりした。
これだね。去年一つ目は、こちらカレピ作るとね、書いておりました。なんかちょっと反転になると、なんかちょっと感覚が違ってきちゃうね。うん、もう一枚カレピ作るでした。二枚書いてます。やだ。どんだけ作りたいんだって話よね。ねえ、全然でき、ねえねえねえ。今年のクリスマスまでに、彼氏できる？もう言っとこうね。もう言っとこう。今年のクリスマスまでに、彼氏で、2023、2お兄さん、2お兄さん、何だったんだろうね、今ね、電車通って、機関車トーマスかな、うん、ちなみにね、私、機関車トーマスで言うと、幼いながらにね、幼いながらに、パーシー、あの緑色の、パーシー脱線しすぎじゃねって思ってた。そこがいいとこなんだけどね。あ、3枚目はこちらでした。鈴木福の嫁。鈴木福の嫁だったね。3枚目はこれで、あとなんだろう。あ、あと前髪系って書いてましたね。前髪系。あと、あはは、脇毛。脇毛漢字あれか、あっちの方が夜か。脇毛ね、フェチね。うん、私のフェチズムをね。去年は年始から私のフェチズム。あ、やっぱこれダメだと思う。次のやつ映しちゃう。これ一瞬ならいい？なんで？わら。私ね、初めてね、見てくださる方、聞いてくださる方もいらっしゃると思うんで、お話ししとくと、あんまりね、分かってもらえない。あんまりこう、理解していただけない、共感していただけないんですけど、私ね、脇毛フェチなんですよ。覚えといて。だよね。チラッと見せる分にはいいかな。ごめん。ちょっと、一瞬ね。一瞬ね。ほんと一瞬行くよ。一瞬ね。流れるように。流れていきましたね。あれが流れていきましたね。アウトだよね。ギリアウト？でもさ、あともう一枚、でも去年は番にならなかったね。もうわかんないね。どうだろう。最後のが強烈なんだよね。大丈夫かな。年始から番とか笑えないよね。新春初笑い。ちょっと一瞬だけね、さっきよりちょっと早めでいく。さっきよりちょっと早めでいくよ。まばたき禁止ね。行くよ。一瞬ね。一瞬ならね。一瞬行くよ。さ、大丈夫なんでしょうか。初めて行きましょう。今年のね、漢字はね、どうしようかなというふうにね、思っておりますけれども。さて、粛々と行っていくよ。止まって見えない。止まってる。動け。
文字出たところだと。今は動いてる？今は動いてる？今は動いてる？これってさ、まあいいか。さあさあ、やってこうね、やってこうね。あ、今は動いてる。あ、よかったよかった。TikTok のコメント欄に猫飛んできました。2023、2、お兄さん。ごちもちくまさん。前髪系とくまさん、ベアー系の夢の子、ベアー系の前髪。ニューチャンネル。あ、書き初めしてこねえよ。もうこの、グリフィンドール。ほんとね。誰か私の前髪触ろうとしてる。変態？お猿さんがお風呂入ってるよね。お猿さんがお風呂入って、いいユーザーな、あん。いいユーザーな、あん。湯気が背中から、ボワンと背中に。皆さんのね、ギフティングにたくさん答え、本当はね、私もう今日の菓子なんて、お菓子なんて食ってる場合じゃないと思ってるんですよ。本当はね、年末年始久しぶりの羽根神だからさ、私も皆さん、グリフィンド、スリザリンは嫌だ。スリザリンは嫌だ。私もね、皆さんと、たくさん話したいなって思ってて、いるんですけど。とりあえず書いとくね、書いてくね。すんまへん、ギフティングね、コメントね、反応できなくてね。すんまへん。後でしっかりチェックしますんでね。お風呂にお猿さん入ってた時、私なんてリアクションすればよかったと思う？冷え、覗き見。普通すぎるよね。覗き見じゃ普通すぎるよね。もうちょっとなんかひねりが欲しいよね。お猿さんがお風呂。お風呂でお猿。お風呂でお猿。お風呂でお猿。見ざる。言わざる。見ざる。見ざる。言わざる。脱がざる。滑るねえ。書いてこう。さあ、書いてこうね、書いてこうね。はあ、今年の漢字ね、一発目だから、猫飛んで、前髪系の TikTok のコメント欄で猫ちゃんがスパゲッティチューチューしながらキスしましたよ。バンじゃない。書いていきます、書いていきます。あ、日光東照宮行ったことないんだよね、私ね。東京に住んでるからさ、栃木じゃん、もうすぐ行けるんだけど、日光東照宮行ったことないんですよ。一度ね、行ってみた。あ、もう筆ガチガチだ。筆ガチガチだよ。あ、これちょっと水で濡らさなきゃダメかな。なんか、小学校時代思い出す。冬休み明けさ、もう筆がガチガチでさ、先っちょしか曲がんないの。わかる？今年、ちょっと緩くなってきた。うん、ちょっとほぐれてきたよ。ちょっとほぐれてきたよ。
今年の感じね。ちょっと待っててね。あ、ちょっと、いい感じ、いい感じ。いい感じです、いい感じです。OK, OK, OK. ああ、いい感じだ。ちょっと書いていくね。書いていきます。一年の計は元旦にありだからね。今年はこれでいこう。そういうのをね、書いていこうと思います。今年はこれでいこう。そういうのを書いていこうと思います。OK。筆とか久しぶり、一年ぶりに筆使う。ああ、下手こいた。一文字目です。ちょっと待って、ちょっと待って、こっからちょっと挽回しよう。感じが合ってるのかさえ不安だもんな。最先不安。ちょっと集中ね、集中ね。感じこうだっけ。今年1年のね、占う字を書いてますんでね。これでいいかな。今年、なんか絶対漢字間違ってるかも。え、漢字こうだっけ。ちょっとで いくね。今年一発目の漢字はこちら。ダダン、極太キノコ。一年の一年の計ですから。どうかな。ああ、極ってこうだっけ。え、漢字違うよね。極ってどう書く、どう、あ、極の字。私の極はこれだよ。私の極はこれだよ。今年はね、これでいこうと思います。なんか下手くそになったな、私字。全然もうちょっとうまく書けたと思うんだけどな。まあ、ちょっとまた明日はね、別の字を書いていこうと思いますので、乞うご期待。いや、絶対なんか、やっぱこういうのって、日々どんだけ書いてるかだね。もう字なんて私書かないもん。もうやっぱパソコンだからさ、私仕事柄ね、OL だからさ、もしくは OO、オフィスおかも、あ、はいはいはい。ちょっと待っててね、ティッシュ取ってくるね、ちょっとティッシュ取ってくるね、ちょっとティッシュ取ってきます。
さあ、コメントいただきました。初日の出よ。眉間、眉間ですよ。ダイヤモンド前髪。さあさあさあ、始めてこうねよ。うん。ティッシュはさ、なくてさ、で、年末年始じゃん。で、なんか年末年始スーパー行くのもって思っても、買わんと、なくなっちゃいました。さあ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 、ティッシュね、すぐなくな、男子高校生じゃないんだから。あ、はいはい。さあ、始めていきます。巻いてくよ、巻いてくよ。本日一つ目の食材はこちら。ダダン。小池屋。2のとっておき、ニッチリッチ。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 トリュフと鶏レバー。私好きなんだよね。ああ、鶏レバーで思い出した。ごめんごめん、30秒だけ。あのさ、なんか、多分皆さんの周りでもいらっしゃると思うんですけど、なんか今年、年末年始、なんか風邪ひいた中でもさ、なんかインフルエンザになったって、なんかちょいちょい聞いてね。今年、インフルエンザになっちゃったよってちょいちょい聞いてさ、まあ、その体調不良関係で言うとさ、私、年末さ、会社の人とのね、お食事会で、鶏肉、焼くね、鶏肉を食べたんだけど、焼き鳥じゃなくて、いろいろこう肉を焼いていく、まあ、焼肉の中でも結構鶏が有名なお店に行ったんだけど、多分私ちょっとね、当たったっぽくて、当たり年です。食べてくね。さあ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 。まずは匂いチェックからいくね。銀座みゆき通り、ユニクロとコムデギャルソンの、ユニクロとコムデギャルソンのあの間の道ね、一車線の。あそこの道を、白だね。白の E クラスのベンツ。白色 E クラスのベンツが駆け抜けていった後の、匂い。高級な匂いです。ちょっと今年出だし大丈夫？あ、なんか、ちょっと飛んでる？固まってる？ちょっとラグがある？言っとく？新年。言っとく？動け。ご利益。食べてこうね。食べてこうね。こんな感じになっております。初詣。
ね、最近バーチャルお賽銭とかが流行ってるらしいからね。うん。バーチャル初詣ですよ。うん。前髪神社。ここがね、鳥居。食べました。うん。いい音だ。なんか久しぶりに咀嚼音聞くとやっぱいいね。久しぶりに聞くとね。うん、ちょっと何枚か行ってみたいと思います。何枚かね。うん、ビールじゃなくてワインと食べたくなるね。うん、これねすごく味が濃いんですよ。本当にレバーペーストをちょっと濃すぎたくらいの感じのしっかりレバーの味もある。でこんくらい濃いから赤ワインと食べた時にもワインと負けないのよね。負けて味がなくなっちゃうわけじゃなくて、こんくらい濃いから濃いフルボディのワインと食べた時にも口の中でワイン、そしてこの鶏レバーとトリュフの香りっていうのが混ざり合ってすごく充足感を味わわせてくれるんじゃないかな、そんな風に思っております。結構しっかり味濃い。鶏、まあ、レバーが苦手な人はもうちょっと苦手かも。でも、そんくらいしっかりレバーの味します。あれ?固まってる?ラグ来てる?言っとく?言っとく?動け。やっぱ目回るね。前髪もうで。結構味しっかり濃くてよかった。なんか、やっぱ私、ちょっとレバーとか、やっぱお酒に合うのが好きだから、今年一発目だけど、今年一のヒット。さ。巻いてくよ。次の食材いくね。次の食材はこちら。ダダン。北海道クリームチーズ使用、コアラのマーチ、幸せのレアチーズケーキでーす。レア
4つの素材をベースに作りました。味わい合わせて幸せ気分だって。北海道産クリームチーズ、バニラ、レモン、クリームパウダーを使ってるんだってよ。食べていきましょう。レアチーズケーキ。レアチーズケーキのようなってことかな。そう、レアびっくりマークはて、レアびっくりマークはてな。久しぶりにコアラのマーチ食べる。なんか去年あんまり食べなかった気がするな、コアラの。なんか一昨年は結構食べた、なんかそんなイメージ。食べていきましょう、食べていきましょう。まずは匂いチェックからいくね。ひー、匂いだ。そうだね。レモンだね。レアチーズ独特のあのレモンの酸味きます。うんうんうん。ちょっと素手でいっちゃうね。一匹目の、え？一匹目の絵柄？え？これ写して大丈夫？え？これなんか、映して大丈夫？食べていきます。食べていきます。うん。なんか吸ってるよね。コメントいただきました。大丈夫よ。わらわら。レアだ！さすがですね。やっぱりですよ。やっぱり私の配信をいつも見てくださる心優しい皆さん。他のね、他のやっぱり視聴者の方とは一味も二味も違う。やっぱ違いますよ。食べます。確かにね。二匹目の絵柄は普通だったからそのまま食べるね。確かにね。言いたくなる。レア？言いたくなる。びっくりマークとハテナつけて言いたくなる。レア？あの、中がね、そのチョコレートだから、チョコレート生地？チョコレートだから、でも、レアチーズの再現度としては、しっかりこう、レアチーズが再現されてると思います。で、レアチーズ風味なんだけれども、でも、コアラのマーチのあの、チョコの感じも、バニラ味のね、クリームチーズ味のね、チョコレート生地の味がして、コアラのマーチ感もしっかりあるなっていう風に思います。なんか私ちょっと今日コメントにキレがない。また後でちょっとゆっくり食べます。漢字は間違うしね。あ、そう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 。あ、そうだね。今いつも見てくださってる方ね、たくさんいらっしゃるから、ちょっと1分間だけね、お話しさせてほしい。年末年始あった話。
させてほしいんですけど、今って感じだけどね。ちょっとさせて。あのさ、年末年始、まあちょっとね、限られた時間の中なんだけれども、せっかくだし、やっぱり年末年始ちょっと二丁目行ったの。で、あの、私の大好きなしげるママ、単発ガチムチのね、しげるおばさん。しげるママにさ、会いに行ったらさ、なんか何食わぬ顔して忙しそうに働いてたからさ、私自分から言ったのよ、ママに。しげるおばさんに。ね、お年玉はって。あ、私もう自分から言ったのね、自分から言った。そういうね、じゃあ、あの、いつも喧嘩するようなね、あの、関係性を築いてるからね。自分から言ったの。ね、お年玉はって言ったの。そしたらさ、しげるおばさんくれたのさ、私にお年玉。で、見たらね、1000円でね、かなとか思ってたら、5000円くれたの。で、内心めちゃくちゃ嬉しかったのね、私。え、5000円だって思って、え、あの、文字通り太っ腹じゃんとかって思ったんだけど、そんなボケする余裕もなく、あんまりにも嬉しすぎて。ガチムチだからさ、文字通り太っ腹じゃんとかっていう余裕もなく、内心めちゃテンション上がったの。でも、それをしげるおばさんに悟られてはいけないって思って、しげるおばさんに悟られてはいけないって思って、5000円だって分かった瞬間に、一瞬顔がにやけそうになったんだけど、ぐって、歯食いしばって、ふーんって言ってやった。これだけですかみたいなリアクションで、ふーん。で、なんかさ、私、年上の姉さんがたくさんいるゲイバーがすごい好きなの。年上の姉さんにいじられて、私もいじり返して、なんかそういうやりとりがすごい好きだからさ、年上の姉さんがいっぱいいるゲイバーに行ったらさ、内心ちょっとお年玉いっぱいもらえんじゃないかなとかさ、期待するわけさ。そしたらさ、まさかのさ、この年末年始、その日だけじゃないよ。この年末年始通してさ、まさかお年玉くれたの、しげるおばさんだけだったの。5000円ぽっきりかっち。そんなことをね、思ってたんですよ。そんなことも。もうこれをね、一刻も早く皆さんに報告したくてさ。そうそう。で、なんで、さっきね、動物の森配信でもこの話したんだけど、なんで、私がね、その時、5000円ぽっきりしかもらえなかったって思ったかっていうと、あの、その店にね、あの、私みたいな感じで、全然若い子もいるのよ。全然20代の子もいるのよ。姉さんたちは40代、50代がいっぱいいるんだけども、あの、20代の子もたくさんいるわけさ。で、私ね、何回かその店で会った子がいるのよ。その子20代なんだけども。その子めちゃくちゃお年玉もらっててさ。で、その子はね、若くてピチピチの短髪ガチムチなの。泣いたよ。これが単発ガチムチ至上主義かと。改めて年末年始まざまざとね、如実に見せつけられて泣いたよ。私は別の店なんだけど、私はしげるおばさんからもらった5000円を握りしめて、こうやって。めちゃくちゃもらっててさ、その子さ、悔しかったよ。やっぱ前髪系はこうなる運命なんだなって思ってさ。5000円握りしめてやりました。最後の食材行くね。そう、これをね、ずっと話したかったの。そう。私は5000円しかもらえなかったプラス、やっぱり単発ガチムチ至上主義にはかなわないんだなっていう話をしたかったの。さ
最後の食材はこちら。だだん。麻布十番。豆源のバタピーでーす。もうね、何回も話してるんですけど、麻布十番にある豆菓子屋さん、麻布十番にある豆源さんなんですけど、140年、150年続く老舗で、去年の秋、初めて食べたの。で、最初は、豆菓子なんて古いよ、みたいな先入観があったんだけど、もうね、その自分をぶん殴ってやりたくなりましたよ。その自分のケツをぶっ叩いてやりたくなりましたよ。ベーン。そのね、やっぱり、老舗140年、50年続くには理由があるなってその時思ったの。その豆菓子でね、ちゃんと世代世代に合わせたフレーバー、その世代時代に合わせたフレーバーを作られてるんだなってことを感じて、で、去年たくさん食べてきたんだけど、その中でバタピー、こうちょっとある種バタピーっていう、まあ、ピーナッツとバターっていうシンプルな味付けながら、それが豆源さんが作ることによってどういう風に消化されてるのか、それを知りたくなって買ってみました。やっぱさ、今年の年末年始さ、まあまあそうだね、新宿エリア何店舗か豆源あるからそうかもしれないんだけど、豆源の紙袋持ってる人いっぱいいてさ、多分お土産なんだろうね。私の宣伝効果だよね。食べていきます。バタピ。あれ？こんな方だっけ？新年一発目いっとく。一発目。ちょ、ケーキ漬けに行こうか。あ、ごめんなさい、お腹鳴っちゃった。え、聞こえた？大丈夫だった？聞こえなかった？ごめんなさい、ちょっとグーってなった。バタピー目の前にしてお腹鳴るって食いしん坊じゃん。食べるね。いくね。オッケー。目覚めよ、あたしの男の力。すりつぶれちゃうよ。ごめんごめん、ちょっとハサミ持ってくるね、ハサミ持ってくる。ちょっとハサミ持ってくるね、すぐ持ってくるから。もうこんな時間だ。急いでた。ピーナッツバターになっちゃうよね、このあたりね。オッケー。あ、開いた。開きました。さあ、食べていきましょう。いい匂いだ。巻いてくよ。
ぎってちょっと甘いのかなって思ったんだけど、あのね、バターの塩味なんだろうね。うん。ピーナッツのコク、バターの塩味、それで勝負してるって感じ。甘さとかそういうことじゃないのよ。そのバター本来の塩味の感じとピーナッツのコクが合わさってシンプルなんだけども芯がある味わい、もう真っ向勝負、そんな感じのピーナッツです。あねえ、やっぱり音聞こえた？私すごい今自分の中で葛藤があったの。ピーナッツの感想を言うべきか、私の喉がグッってなった音を言うべきか。聞こえてたよね。皆さん、バタピン見つけた際にはぜひ、後でちょっとゆっくり食べます。ということで皆さん、本日のですね、本日のですね、一年の計は元旦にあり、極太キノコ配信は以上です。今日ご視聴ありがとうございました。時間でだいぶオーバーしちゃったんですが、この後夜11時からは、30分間 YouTube のゲーム配信チャンネルでスマブラ配信しております。また画面の左上の、私のですね、左のこめかみを皆さんの親指で押しつぶしてください。TikTok アカウントフォローしていただくと、ライブ配信開始の際通知がいきますので、ぜひ。それから、メインの YouTube チャンネルもございます。ぜひぜひそちらもチャンネルと、あ、そうだ、コメントね、ありがとうございました。前上げてた生子をしごき倒す動画なんだけど、ですけれども。ちょっともう一回アップし直して、皆さんからたくさんコメントいただいて嬉しかったです。ありがとうございます。コメントじゃなくてもね、いいねや、ご視聴くださった方ありがとうございました。そして、今日もTikTok、コメントギフティングいいね、たくさんいただいてたんですが、途中全然反応できず、すんまへん。配信終わってからゆっくり、どなたがどんなの送ってくださったか確認しますので、たくさんありがとうございました。私のトーマスは、煙吐きます。はいはいはい。ということで皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。明日も夜10時からです。